お前が魔王か。いかにも。よくぞ参った勇者よ。噂には聞いている。お前は多くの勇者たちを再起不能にしてきたと。だが、俺はそうはいかない。お前を倒して、世界に平和を取り戻すんだ。果たしてできるかな。我の魔法はお前のような勇者には相当効くぞ。されごと、行くぞ、魔王。我が魔法を解くと味わうがよい。満員電車で自分の座ってる席から離れた場所に立っている老人を見つけてしまった。なんでだよ。俺の近くだったら席譲ってあげられたのに、この席に座っちゃった自分すごい恨んじゃうじゃん。今は続けていくぞ。子供の頃よく通っていたおばあちゃんが経営する駄菓子屋が潰れていた。おばあちゃん、いや、おばあちゃん、おばあちゃん。どうだ勇者よ。これは優しき者の心を破壊する魔法。余計なお世話だ。なんて恐ろしい魔法なんだ。心が持たない。これで最後だ。やめろ、やめてくれ。2ヶ月前に開店したばかりなのに潰れたペットショップ。動物たちは無事なのか。あの子たちは今幸せに過ごせているのか。どうだ勇者よ。我が魔法の威力は。魔王様。おー、側近か。どうだ、お主も一緒に勇者を。1個が長くてしつこいです。それは言わないでー。